皆さんこんにちは、イエーガーラブと KMT 小野川博人のしおみです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はこちらですね。サスペンションルーム、小さい、3畳ほどですかね、4畳ですかねほどのお部屋からお届けしてまいろうかと思います。はい、本日のね話題はですね、ちょっと変わったお客様いらっしゃいました。今まであんまりね受けたことがなかった車両になります。こちらのね、今ここに映っている、今回お預かりしておりますのはですね、ハーレースポーツスターですね。S/RH1250S という車両になります。ちょっとねハーレーに関しては本当知識不足で申し訳ございません。本当に知らないので、どういった車両なのかっていうのがちょっとはっきり分かってはいないんですが、ハーレースポーツスターということで、まあ、ハーレーの中でもですね、スポーツジャンルに属する車両。で、今回のね、フォークなんですけど、じゃあ、皆様から言うと、全くかけ離れたお話なのかっていう、ね、内容かといえば違うんですよね。内容構成としては、ね、車両はハーレーなんですけど、内容構成としては、日本のね、昭和製の倒立フォークっていう形になります。なので、このね、ハーレー以外の国産車にお乗りの方も、ゆくゆくね、こういうフォークが国内車両にも採用されていくんじゃないかな、なんてことを思いながら、聞いていただければどうかな、なんて思います。それではですね、今日の話題、始めていこうと思います。はい、今日も始まります。今回の話題はですね、先ほどお伝えしたハーレー1250、スポーツスターですね。はい、こちらのフロントフォークについて、お話をお届けしていこうと思います。で、ハーレーのフォークってね、あんまり触ったことがなかったんですよね。あんまり触ったことがなくて、まあまあ、もうこのフォークに関しても完全に初めてです。で、ちょっとね、どういう状況かの分からなかったので、まあお客様にね、一度ご依頼いただいたということで、お送りいただきまして、で、最終的にはね、内部を分解してからちょっと判断させていただきたいということで、このような形でね、お預かりしたんですよ。でね、フォークが届いてびっくりしました。まずびっくりしたのがですね、ここなんですよ、ここ。ほら。ここのね、ダストシールから、この、アンダーピースまで、ボトムピースまでがね、86ミリほどしかないんですよ。びっくりです、これ。国産車両はね、こんなに短い車両って少ないので、で、リバウンド側のまあストロークが幾分かはあるので、このね、86ミリがストロークっていうわけではないんですけど、国産のね、車両の120ミリには全く及ばない形なのかなっていう感じがしております。ちょっとごめんなさい。内部構成がちょっとね、はっきり、分からなかったので、細かいストロークちょっと見てないんですけど。でも、国産のね、120ミリのストロークに対して、これね、多分ですよ。100ミリの設定じゃないのかなと思います。で、このストロークが短いフォーク。やっぱね、リスキーなんですよね。要は、ブレーキングで、そして、減速 G で、そしてコーナリング G で、そしてですね、下から突き上げられるギャップの吸収っていう部分で、このね、限られた100ミリの中でどうにかしなきゃいけないっていうね、かなり、その、ノルマを課せられたフォークっていう形になるのかなって思います。で、外観上の、形としては、こちら今ついているのがこれフロントの左側ですね。左側のフォークになります。で、左側はね、テンションって書いてますね。テンション。伸び側のアジャスター機能がトップキャップについています。で、アンダーの方にはついてないんですよ。で、もう一本ですね。右側のフォークを分解しています。右側のフォークには
コンプと書いてあります。コンプですね。コンプレッション。要は厚側のアジャスターがついている。で、ボトムピースの方には何も、アジャスターついていない。ということで、外部から見られるのは昭和製のフォークであるということと、左側にテンションアジャスターがついているということ。右側にコンプレッションのアジャスターがついているということ。で、トップキャップにコンプレッションアジャスターがついているということは、きっとですよね。このインナーのロッドの先には、こちらですね。よいしょ。こういった形でダンパーユニットがついてます。で、ダンパーユニットのこのロッドの先には、きっとコンプレッションのユニットがついているんだろうなっていうのは想像できたんですよ。で、分解してみました。でね、面白いんですよ。ちょっと今これね、もう加工してしまっているんですが、ダンパーのユニット、シリンダー、これね、今、最下部には、ちょっとバイパスっていうか、オイルが逃げるね、穴開け加工しましたが、本来これ穴開けがありません。で、コンプレッションバルブ、当社のバルブがついてるんですが、このバルブもついてない状態ですね、ここ。なので、要は、こんな形でね、キャップがされているだけなんですよ。で、ここの穴もないです。っていうことは、コンプレッションを、フォークが沈んで、厚側の圧力がかかった時には、ここですよね。ものすごい加圧されている状態です。注射器の、ね、注射器でね、先っちょに針も何もついていない穴も埋まっている注射器があったとしますよ。その注射器の後ろ、バーンって押したらどういうことが起きると思いますか？当然ね、跳ね返ります。注射器を押しても、ここでオイルのね、圧力を逃がす構造がなければ、ドンっていう衝撃が来ます。はい。で、一応ね、それを避けるために、このロッドの先には、コンプレッションバルブというのがついてるんですよね。コンプレッションバルブがついていて、幾分かは、オイルの逃げ道があります。ただ 100% 逃げるわけではないんですよ。で、ここが、まあ一般的に、国産車両でよく見られる、下側にね、コンプレッションバルブがついているモデルのような、ソリッド、シャープ、ダイレクト発生してしまう、ポートの小さなバルブがついていると、なお激しく出たと思うんですよ。ただね、この、厚側としてついているこのロッドの先のバルブ、ポートの大きな古いタイプの1990年頃のバルブがついてたんですよ。なので、幾分かはマシです。ただですね、構造的に、本来伸びがついているロッドの先にコンプレッションバルブがついているということで、で、しかもシリンダーの下側には逃げ穴がない。要は 100% この筒の中に入っているオイルをこのピストンで圧縮するんですよね。で、一部はコンプレッションバルブのポートを抜けて外部にリリーフされるような形にはなっているんですが、これね、なんでこんなの考えるんだろうね。絶対、ハードな乗り味になります。しかも、ストロークが100ミリしかないんですよ。もうね、多分これ、オーナーさん、まあ、すっごい底上げが、こう、突き上げで、ドーン、ドーンという衝撃を受けてたという、まあ、ラインをいただいておりますので、まあ、想像はしていたんですけど、これはなっていう感じですね。で、これが一般的に言われる、ニクス構造と言われるものです。片方にコンプレッション、片方にテンションのバルブがついている。下側にはバルブを設けずに、ただ単純にトップキャップに連動しているこのロッドの先に、片方はテンションバルブ、片方はコンプレッションバルブを装着して、コストを下げていきましょうやっていうサスペンションですね。はい。ゆえに、これはもう極端ですよ。もうギャップでね、ゴンガンパキゴイっていうのが当たり前ですね。ゴンバカン、ゴンガン、バキポキっていう感じの乗り味です。はい。
超ソリッド、超シャープ、超ダイレクトっていう形のフォーク構成になっております。でね、一応費用がちょっとかかってしまうことは、ユーザー様にお伝えした上で、今回ね大きな加工を行っていきます。まずですね、シリンダーの下部に逃げ穴を開けます。オイルが圧縮を受けてロックすることを、かわすために逃げ穴を作りました。そしてですね、本来はこのカートリッジ左に一つの伸び側のバルブ、もう片側に厚側の一つのバルブということでね、1台で2つのバルブを設けているニクス構造のフォークです。はい、このフォークにコンプレッションのリリーフバルブを一つ追加する形を取りました。で、要はね、どういう形かっていうと、よいしょ、はい、今までこのような形でトップキャップに取り付いたロッドの先にコンプレッションバルブがついているこの右側のフォークですね、右側のフォーク、下側は穴もなく、栓をされているような状態でオイルの逃げ場はありませんでした。ここへですね、オリフィスを設けてバルブを設けて圧力を一部このバルブから逃がしてあげる構造体に変更をいたします。なのでね、トライバルブ構造に変わります。これね、ナイトロンさんだとかテクニックさんが行っている構造に、ほぼ似ている。ただね、まあ、シムの構成等とか全然違うので、よりギャップを逃がす構造にするためにあえてコンプレッション側のフォークにリリーフ用のコンプバルブを追加で設けました。でね、ただね、難しかったのがシリンダーがねものすごく短くて、でこの中で100ミリのストロークを確保しなきゃいけないんですよ。これすごい大変でした。で結局ね、このパイプ長が短いので、今までね、この栓をするだけのための台座がこの下にねついてただけなんですけど、ここにねコンプレッションバルブを入れるっていうことがものすごい困難でした。でまあね、削れるとこを削って短くして、ネジの頭まで薄くして、そしてねこちらのねロッドの先のコンプレッションバルブの側もできる限り長さを詰めて、今ねフルストロークしてもこの上側のコンプレッションバルブと下側のコンプレッションバルブが接触することを回避いたしました。もうね、どうにかです。どうにかです。でも、このスポーツスターのフォーク、ここまで手を入れてあげないと、多分ね、この元々の構造では、ギャップの吸収力を上げることは不可能です。できないと思います。はい。なんでね、こんなフォークが世の中出てきてるのかわからない。でも、バルブがね、通常の左右のフォークにコンプレッションとテンション、コンプレッションとテンションがついているフォークっていうのは、バルブが計4ついるんですよ。で、このフォーク、左側に1つのバルブ、右側に1つのバルブということで、で、車両によってはね、右側何にも入ってなくて、左側だけに伸びやつのバルブが2つっていうパターンもありますよ。これ、どちらのパターンも超コストダウンだと思うんですよね。で、ノーマルフォークで問題ないって言われる方がいらっしゃるのが僕の中では全く理解ができていないんですけど、この今回のスポーツスターに関しては、きっとですよ、この施工によって大きく乗り味が変わるんじゃなかろうかと思います。はい。これ、ああ、ハーレーだからコストをどうのこうのって皆さん思われるかもしれません。多分ね、来ますよ。国内車両の中にもこれが。国産車の中でもこういった構造のフロントフォークを持つ車両が必ず出てくると思います。なんで、だってバルブの数が減らせて安くできるんですもん。景気がより悪くなって販売台数、製造台数が落ちれば落ちるほど多分これやってきます。必ずやってくると思います。で、いかに安く作って見栄えを作って高く売るかなんですよ。なので、そのあたりでね、こういった構成のフォークが国産車両にも出てくるのは必至なのかなっていうふうに思います。はい。
ただ今回はね、塩見の手によってここ、少しでも海苔味を良くするために、頑張ってちょっとやっていこうと思います。で、一応ですね、スプリングに関しては私があんまり好きではないんですけど、これハイパープロさんの二段巻きスプリングっていうのが入ってました。なので一応ね、この方スポーツ走行されるわけでもないっていうことなので、まあ一応このね、二段巻きのスプリングそのまま採用していこうと思います。ただね、ちょっとね、危惧すべきはここですね。戦艦の、短い、要は、スプリングレードがね、低い部分がかなり長く設けてあります。でね、これ多分ストロークの半分ぐらいこれ使っちゃうのかなっていう感じの、スプリングなので、もしかするとね、ちょっとストローク感がすっごく出すぎてしまう傾向になってしまうのかななんてのもちょっと危惧はしております。はい。なのでね、私は基本ね、シングルレートのリニアレートスプリングを好んで使っている。やっぱセッティングしにくい部分もあるので。で、これに関してはちょっとね、乗り心地優先で、まあ、初期でこうスムーズに動いてくれることを狙って、まあ、お客様が選択されたこのスプリングを、あえて今回はね、組んで、やっていこうと思います。はい。とりあえずね、今もうね、すべての加工、かなり時間かかりました。昨日一日かけてね、手伝ってくれてる松本くんにやってもらって、今こういう形になりましたので、これからね、これを組み上げていって、今度はね、こちらのね、左側のフォークに関しては、テンションの、バルブが入っているという形なので、多分ね、こちら側は通常に、整備するだけでいけると思いますので、作業はね、このまま進めていこうと思います。はい。とりあえずね、今回、ハーレー・ダビッドソン、スポーツスター 12150S、こちらの車両のフロントフォークを題材にお届けをいたしました。ただね、日本国内の車両にこれが採用される可能性はかなり高いと思います。かなり高いと思うので、皆様も今後、こういうフォークが国内車に出てくる可能性もあるよなっていうことで、ただ、塩見に任せればどうにかなるかもっていうことを情報としてお伝えできたらと思います。またね、よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。